甲府スポーツセンターに今ゴングが鳴り響いております。これから選手が入ってまいります。今山崎一樹選手ゆっくりと青コーナーから登場しようというところであります。例によって白いガウンをまとっております山崎一樹。今日はこの山口県の甲府スポーツセンターでどういった試合を見せてくれますか。さて音楽が変わりました。赤コーナーから登場してまいりますのはジャンボ堀選手であります。ただいまよりシングルマッチ20分一本勝負を行います。赤コーナー170パウンドジャンボ堀、豪快なジャンボの復活を願うファンは数多くいます。この甲府スポーツセンターでもジャンボに対しましてテープが流れております。山崎一樹、そして前途洋々という言葉はこの山崎一樹のためにあるようであります。今シーズン期待の星山崎一樹、まあ、相変わらず上田さんね、はい、ジャンボ堀の腰にはですね、白いさらしが巻かれてましてね、まあ、この辺りファンが一番心配してるんですけども、最近のジャンボの腰の具合ってのはどんなものなんですか。まあ、一つの職業病みたいなものですからね、はい、だから本人は割とそう苦痛を感じないんですけどね。あ、そうですか。やはりリングに上がるときはさらしを巻かないとなんか不安があるそうですよね。まあ、天性非常に明るい人ですから、ね、もう表現が一番ですからね、明るさとそれから大きな体、ね、迫力のあるレスリング、ファンは待ちに待っております。そのジャンボの復活が今シーズンあるかどうかであります。さあ今日はそういった意味では相手は、まあ、年下なんですけども山崎一樹というね、今シーズン期待のレスですからね、面白いところ。しかし山崎のテクニックは早くも炸裂しておりますリング上。さあ豪快なキックが出ました。カウントが入ります。レフリーがミスターかけてあります。今度は後ろからバッティーとボジースターズをかけております。盛んに山崎が攻めております。まあ、ね、面白いんですよね、はい、テクニックの山崎対パワーの堀っていうのは ね、 そうですね、対照的なレスリングになると思いますけどね、はい、いやしかしね伊藤さん、こうしてリングサイドでね、はい、女子プロレスご覧になりますとまた迫力ってのは一段とすごいものがあるでしょう。素晴らしいですね、ね、はい、相当の交代がもうすごいです、ね、はい、はい、伊藤さんも何かスポーツの方は、かつてはやられてたんですか。卓球部は私は、はい、6年間アイススケートと卓球部です。私はなるほど、はい、じゃあ運動神経の方は相当あるんだね。全くないですね。いやいやいや、そんなことありませんよ。格闘技に弱いんですよ。格闘技は見て楽しむもんですよ、はい、はい、しかし明夫ちゃんもね、はい、早くももう力が入ってますけども、明夫ちゃんの場合はねもう女子プロレスは相当にね勉強してますんでね。いやいや勉強したじゃないですけど、はい、なんかファンになっちゃいましたね、すっかり。山崎一樹選手がね最近すごいね心境で、まあ多くのファンを引きつけてるんですよね。なんか彼女すごいやっぱりなんかキラキラしてる感じでね。そうそう、スピーディーですね。でもすんごい動きが今一番ね、乗っているとか上昇気流に乗っている選手の一人ですからね。さあこれからまあ体調が悪いなりにジャンボ堀キャリアを生かしてどう攻めてまいりますか。ここで一方的にねもしやられるようなことがありますとこれはもうジャンボ堀としては大変なことですもんね。金の傾聴問われますから、本当ですね。まあそれは難しいことなんですけどね、先輩は後輩に食われないようにする後輩は先輩をこうと考えてますからね、はいはい、だから山瀬方にですけどもね、だから山瀬方になんかもう食ってやろ食ってやろというのが出てますよね。そうそう、ですから今日なんかゴングと同時に飛び出して鮮やかな先制攻撃を見せましたが、これなんかやはりねまして今日はテレビカメラも入ってますしね、全国のファンにアピールしようという。今そうですね、山崎の人気値が高まってますからね。そうなんですよね。伊藤さん山崎一樹選手、はい、どういうふうに、はい、ご覧になりますか。もうもったいないですね。何にもったいないですか。もう女子プロレスラーにしたくないっていうぐらい美人です。何にしたいですか。美人ですね。
あのね、はい、お言葉ですがね、はい、美人じゃないと今女子プロレスには入れませんですよ。それわかります。はい、はい、でもジャンボ堀さんもあの迫力ありますからね。いいでしょ。いいです、ね、でも僕はやっぱり山崎さんが好きですね。あらあら、好き嫌いを意外とはっきり言いますね。はい、もう山崎ゲッ、お山崎、早くも声が出ました。今週のゲストは伊藤さん、それから早坂さん、いずれももうね、手に汗握って観戦中でやります。山崎頑張れ。伊藤勝信さんは山崎ファンということなんですけどもね。しかしジャンボの方はね、とにかくキャリアがあります。体も大きい、格闘技にぴったりという感じのジャンボホリであります。まあしかしあのジャンボコに勝ちてもらいたい、あの豪快な技をもう一回見たい、私も数多くのファンの声を聞いております。そういった意味ではね、この試合大いに注目されるところであります。まだあのジャンボコというのは割と勝負に転々としてるんですよね。あのまあ人がいいんですよね、おおらかなんですよ、ねえねえ、この辺りはおきよちゃんなんかとね気が合うんじゃないかな。お友達になりますね。はい、よし。さあ一方の山崎の方はなかなかの根性があるというか激しい性格ですからね。決してあの人と妥協しませんでしょ。そうですね、はい、やっぱりあの性格の厳しさというのはやっぱデビルからも学び取ってますね。そうですね、常にデビルと一緒にいますでしょ、はい、いろんなものを学び取ってますよ ね、 ですからね。デビルまさみのまな弟子、とにかくデビルさんといつかあのタッグを組んでクラッシュギャルズのね 3WA の世界タッグに挑戦したいと豪語しております。そしてもう現在人気最高のクラッシュギャルズに対しまして完全と牙を向いているのがこの山崎樹であります。クラッシュが空手で行くんだったら私はもうね金輪際空手技は使わないと、山崎さんには空手技なんか教えてもらいたくないとね、はっきりしてるんですよこの人は。あーっと後ろに行った、ジャンボ独特のスープレックスでありますが、これはねカウントが2であります。さあジャンボも腰を痛めてああいった技どうかなと思うんですけども、使いますね。ああいう壺に入ったね、私なんか壺に入った技はうまいですよ、ね、ああそうですか。山崎にやっぱり要求するのは体重を増加してほしいですね。なるほどね。まあ山崎去年はちょっとあの胃が悪くて ね、 ね、病院通いもありました。しかし確かに山崎もう少しウエイトがつかないと、やはりジャンボなんかを相手にした時に辛いかもわかりません。そうですね、あの、はい、大盛りとかね、ああいう重いものを相手にするときは、まんじがために行きました山崎樹であります。こういった技もあの山崎なかなかね、ただああいうふうに外されるとき、その反応がうまいですよね、対応の仕方がね、はい、次の技はすぐ考えてますよ ね、 そうなんですよね。とにかく休みません、ご覧ください。あっと今度は1点、さあロープに逃れましたのはジャンボコリであります。あっと、あ今度はジャンボコリがですね場外線に誘ってますが懸命に山崎こらえた。いやいや、しかしこれ引きずり落とされますよ。はい、今度はジャンボ堀が場外のお返しだ、場外のお返し、ジャンボが来ました、思い切ってジャンボがやってまいりました、場外戦のお返しであります。おっと、放送席の前ジャンボがね思い切って拮抗撃、さあ今度は山崎を返してやります。山崎か一発を返し、さあ場外でね山崎の争い激しさを増しております。さっと今ジャンボ堀がリングの中に戻りました。そして山崎、あっとまたちょっとあのうがいをしたりしてますけども、相当山崎苦しそうですね。スタミナはあるんで、はいはい、あそうですか、体調が悪いんでしょうか。しかしまあそういったところはですね、ほとんど試合内容はね、悪くありませんよね。まあ、しかしこの辺りね、山崎苦しいながらも懸命にこらえているんでしょう。非常に強気の選手であります。まあ、ジャンボ堀としても先ほどの場外戦でちょっと若い山崎にね、放送席でいじめられましたんで、そのお返しをいつかしようという気持ちがあって今チャンスを見つけてやってきたんでしょう。悔しいですね。ね、悔しい、悔しい。目の前にしてこう叩かれるのを見ると、なんかあ大丈夫ですかって思わず言いたくなっちゃいますね。ねえ、山崎立て。いやしかしね、やはりあのこの辺りからそろそろね、ジャンボ堀のキャリアが生きてきそうであります。さあ弓矢固めの体勢に入りました。まあ、伊藤さんは一生懸命山崎樹を応援してるんですけども、はい、ちょっと体調が悪いようでね、先ほどから何回かあのうがいをしたり、はい、水を口に含んだりしてますでしょう。苦しそうですね。ね、あんまり良くないんですよね。さあ
そういった苦しい山崎に対してこの弓矢固めは相当効果的な攻撃ですね。あーっと山崎噛みついたか。でもね、ああいう噛みついた形にやっぱり執念があっていいですよね。そうですそうです。まあ、とにかく山崎という人はあの攻められっぱなしってことはあまりありませんね。必ず早い機会にサッと反撃をしてきます。お返しをしますね。ですから、ね、あのスポーツは何でも性格戦争ということを言われますけども、特にこういった格闘技っていうのはその人の持っている性格っていうのが表に出てきますね。さあ足をちょっとね固められました。うん、立った。あっとご覧ください、ピンの体勢から今度はパンチで反撃を開始いたします。山崎樹。まあ確かにあの攻められっぱなしという試合はね、見ている方でも面白くありません。すぐに反撃してもらいたいものであります。カウントをもう少しね入れろというジャンボ堀。レフリーがミスター確定あります。あっと髪の毛を持ってヘッドバット、ジャンボ堀。さあ今日は相当冷え込んでおります、山口県のホークスポーツセンター。しかしリング上はエキサイトしてまいりました。選手の体も赤くなってまいりました。ねえ、山崎の背中なんかもう赤く紅潮してます。はい、攻められている、珍しく長く攻められている山崎樹でやります。さあこれではボストンクラブどうかどうか、うまく逃げたですね。はい、ボストンクラブの体勢に入ろうというところ。さあ右足ステップオーバーでいきました。おっと、ねえ、いや、ああいった技なんかでも大変ですね。あのうまくあの相手の足を使ってテコにしましたね。はいはい、これは入りました。テレビアナウンスの取材がありましてね、あのレポーターがねクラッシュギャルズにねいろんな技をかけられてたんですよ試合前。改めてね近くで見てますとね、いや何でもないように私たちは日頃思ってるんですけども、一つ一つの技がまああの、普通の人がかけられた場合にはそれこそね、そうですね、それはやっぱり関節の人じゃないですね。腕が折れる、足が折れるという感じでね、見ていてあの涙が出ました。でもジャンプもあれポジションもあるんですよね今正面からね。あ、そうですか。はい、余裕があってゆっくり真ん中引っ張り出してエプロンでねストンピングしてますが、まああのこれは場外に押そうというところでしょうか。コンビを組んでいる今立野則雄がやってまいりました。立野そして山崎、まあ最近はタッグを組む機会も多くなりました。新春の後楽園ではクラッシュギャルズに挑戦して前線検討いたしましたが敗れております。あれミスター角ちょっと背中を押されました。このミスター角というレフリーもなんとなくひょうきんで ね、 そうですね、とぼけてるんですよね。安倍志郎レフリーとはまた違った意味でね、面白い性格を持った人であります。面白いよね、はい、今日あの朝起きてね探し回って街中をね、はいはい、何探してんだよ、床屋行き、何床屋行くんですか、今日はテレビ通りですか、床屋行きあんまり変わらないですよそんなことを考えるんですかねあんまり変わりませんですね。さあ山崎の反撃が開始されました。さあこれはうまい、山崎トップロープにさっと上がって一気に飛んだ。いやー強烈なフライングボディアタックであります。山崎の18番出ました。もう伊藤さんが体験だ、素晴らしいでしょう今の、素晴らしい、はい、そして小村選手とも入っております。いけ、いやー伊藤さん声も出ません。さあ今度は踏んで足を持った、おっと足を閉じに行くか、足4の字の体勢に入りました。ポジションはちょっと悪い、ポジションは悪い、まだ入ってない、まだ完全ではないですね。左手で押さえてますよね。左手で今右足を押さえてるんですかね。さあジャンボ堀、ちょっとこの足4の字が入ると苦しくなる、どうか、懸命にこらえるジャンボ堀、かけようという山崎ですが、やはりポジションが悪かった。上田さんの指摘通り、やはりああいったあの技もいろんなことを考えていかないと難しいですね。まあ、あの我々はこう見てこういうふうに言いますけどね、はいはい、やってる本人はもう一生懸命ですからね、そうなんです、瞬間考えてないですからね、はい、さあ今度は逆にジャンボ堀であります、足を抜いてきこちらが行こうというジャンボ堀がっちり入った。さあ伊藤さん逃げられませんよ、これは今の体勢では逃げられないですね、ちょっと無理ですねこれは、どうするか、ローリングして逃げなくちゃいけない、お尻が下へ下がると逃げられるんですよね。あ、なるほどね、
しかしほら、お尻が相手も上がってますからね、がっちりと今ね、何か足が上に上がってましてね、これは山崎としては両手をついて、じっとこらえるしかありません。さあ、今、ゆっくりといった、今、堀の足が、足がつきましたね、そうなんですよね、もうちょっと、はい、あ今、縦の則夫選手がね、ちょっとロープをね、山崎の方に押しております。そして今片方の手がロープに捕まったんですけども、まだロープレイクは命じられておりません。やはり体が入ってこなくちゃいけないんでしょうあれね、はい、引っ張らなきゃいけない、はい、今両手をロープにかけました。これはロープレイクでしょうか。ロープレイクですね、はい、ロープレイクを取っております。しかし依然としてジャンボ堀執念を込めております。簡単には外しません。まあ、相当のこれね、今ちょっと痛いですよね、ダメージになったと思いますよ。おーっといっぱい叩きつけた。これなんですよ、ジャンボのね、強烈な技、はい、振り子で行きました。そして今度はあーっと一気にいった。さあジャンボチャンスを迎えました。トップロープに上がるか。さあトップに上がった、山崎一挙起き上がった。さあジャンボ行く、あーっとまともに行く、叩かれました。いやジャンボ堀強烈な空振りでやります。今度は山崎か行く、山崎かトップからキック、強烈なキック。いやジャンボの巨体が本当に打っておりますが、またもポジションが悪かった。さあジャンボがちょっと危なくなった。あっとペットを飛んでいきました。しかしこれは失敗ではあります。お互いに王座をかけるんですが決め手が出ません。今度はジャンボか、抱え上げた。さあ振り子投げチャンスだ。振り子か、あれ後頭部をね、そうなんですよね、打ちますんで見ていて怖い技。あ山崎監督から懸命にブリッジ、見応えのある一戦です。今上り流の勢いにあります。あ山崎いつきちょっと苦しい体勢から依然として信念で頑張っているジャンボ堀。さあ山崎のツイストに入っています。しかしこれは懸命に山崎こらえている。うまい感じですね。ねえっと上からいった。しかしカウントを入れさせません山崎であります。今度は一瞬どうか。いや時間がもうほとんどなくなってしまいました。今ラスト45秒という場内アナウンスで逆さを抑え込み、これも体勢が崩れました。ちょっと悪いですね、ちょっと焦っている山崎。そしてジョンボ両選手であります。今度はどうか、ナイスボディアタック。完全にいやこれもカウントが入っただけ。ジャンボバックを取った、バックを取った。さああっと一気にいった。ジャーマンが出た。しかし今ロープで掴まれましたね。ロープであります。ラスト15秒、また一瞬のパッケージホールド、これもダメであります。さあほとんど時間がない。バックを打った、どうするか。ラストドロップに行っている。しかしこれは十分ではない。またカウントが入りますが時間がなくなりました。時間がなくなった。もう一発いったがゴングが鳴っております。時間いっぱい戦いました。山崎とジャンボ、でもあれですね、はい、山崎いい試合しましたよね。いい試合です、はい、しかしジャンボ堀もですね、いろんな、痛いところがありながらよくやったと思いますよ。そうですね、ね、はい、いやいや秋代ちゃんも伊藤さんも ね心からリング上の両選手に拍手を送ってくれました。いい試合でした。ジャンボ堀山崎。